はい、どうも、お茶です。はい、見ての通り18夜にね、やっと上がりました。マジで3回ぐらいね、ランクアップマッチ落として4回目でやっと上がれたっていうね、ほんと嬉しいです。はい、まあ、前作ね、まあ、シンではないんですけど、回だったんですけど20段だったんですよね。一応つかもちゃんと20段だったのにね、18段なんかでね、そんだけ落とすっていうのはね、すごい悲しかったです。でもまあその代わりね、上がりもしない下がりもしないみたいな感じだったんですよね。はい、ってことで相手はね、DG です。頑張っていきましょう。もうここら辺のランク帯になるとね、黄緑か緑しかいないですね、プレマからはね。まあ、でたまに黄色がいるみたいなね、そんな感じですかね。やってません、そんなこと。え、あれ今壊したじゃん。あ、ミスさんやってない。え、なんか待って、今の暴れ潰しですね。こいつめんどくさいのがね、2回ジャンプしてからさらに空中ダッシュができるとかいうね、ちょっとめんどくさいのがあるんで。やべ、今角換だったな。角換とか、さあ暴れ潰し、少しディレイをかけて、ピークね、打つことによって暴れ潰しになります。やってないって、やばい。あ、待ちか、今ピークで勝ったな。ピークでガムシャラで勝った。ちょっと落ち着こう、こういうとこから。よしよしよし、オッケーオッケー。まあ、ディジー戦はそうですね、まあ注意すべきところは何なんだろうな。まあ暴れ潰しにあんまり引っかかないってことと、あ、さし一回対空してくる。今飛び動画出す前に潰すのが基本なのかな、 DG 戦だとね。はい、やっちゃった。いやー、拾えないし、今これひどいな。ゴミムーブっつかも、これムーブっつか、なんだ18段のやることじゃない。肉食わないとこっち死ぬから。なんで今すかされたんだけど、デッドアングルがすかされて逆に攻撃もらうとかいう意味のわからないことが今。ああ、そうブーメランね、通称それに俺よく引っかかるんだよな。ああ、そこ読み合いになってるんですよね。暴れ潰しで来るか、ああやってね、設置系で来るか、まあ、氷はレンガなんで、まあ、ラッキー無視で大丈夫ですの、読み合いになってるんですよね、あそこね。まあ、こいつエリアルはダウンないんで、安心して。さあ、しっかりバース吐かれて。ここもしかしたら殺しきりあったかも。つかあったな。うわ、立ってくる。しっかりガード、そこは見てる。オッケー、危ねえ。まあ、一応ブーメランつか、まあ、低打読みで、マイピー出したんですけどね。なんか、普通に引っかかってくれましたね。完全に。ビギナーズラックです。ビギナーズラックっていうのかな。まあ、運です。まぐれまぐれ。あー、エルクで潜れそうなんだよな、あの泡。さあ、この方、あれですね、どっちかといったら、あ、ミスター、もう。ちょっと待って、集中する。この方どっちかといったら、そう足払いの後に暴れ潰しとか氷の柱とかじゃなくて設置やってくるんで、もう足払いガードしたらエルクで潜っちゃっていいかも。じゃないと一生設置される。これ、あー、一応読み合ってたけど間に合うんか。あー、どうしよう。じゃあピークかな。エルクは間に合うっぽいんで、それとも俺が最速で打ってなかっただけかな。いや、ここはでも安定を取ってピークへ行こうかな。あ、今度暴れ潰しやってきましたね。読み合いになってます、しっかり。あれ、
今の普通に暴れるっつか、見てからちゃんと暴れるってか、な攻撃ボタン押すとこだった。あ、今設置しようとしましたね。怖っ。さあデッドアングルで切り返してくる。あ、飛び道具ガードしたくないんですよね。リージ寄ってくるんですぐ。あ、2打目当てれなかった。さあバーサス入ってこない。次の戦いに備えた感じですかね。手打読み、手打読みとか言って手打やろうと思ったのに出なかったわ。あ、やっちゃった。しっかり対抗してくる。ダメですね、もうここら辺のランク帯になると飛びはもう耐久されると考えた方がいいな。甘えられないわ。しっかり地上戦で勝っていかないと。よし、間に合うのか。やっぱ俺が、あ、あー間に合わねえ。つか俺が遅い今の。多分バースト読んでくる。よし、読み勝ち。さあ来た、すかしげたんじゃなくて登り JD ってことで、無事にね、なんか読み勝ったって感じですかね今のはね。じゃあ、今回はこんな感じの動画になりました。では失礼します。